皆さんこんにちは。2024年9月1日から東京で面白そうなイベントがスタートしました。東京アンテナショップ巡りというものなのですが、これを盛り上げるためにスタンプラリーもスタートしました。こんな感じで60カ所のアンテナショップが企画に参加しています。何回かに分けてなるべく多くのショップを紹介していこうと思いますが、今回は銀座1丁目エリアの5カ所を紹介します。こちらは丸ごと高知です。1階から3階まであって、1階は特産品のマルシェ、2階は土佐料理レストラン、地下1階はお酒コーナーとなっています。まずは1階から行ってみます。土佐の緑茶、ご当地カレーのコーナーです。首都、これは2階のレストランでも使われているようです。土佐といったらカツオ製品ですよね。このショップの売れ筋ベスト20が出ています。ドレッシングですね。だし醤油もいろいろあります。ご当地醤油です。カツオの冷凍です。田舎寿司、カツオスティック、燻製になってるんでしょうか。美味しそうです。いろいろなフレーバーがありますね。まだまだあります。すごいですね。高知県民のソウルドリンク、ごっくんアルミ缶、何なんでしょう。クジラジャーキーにクジラハム、おやつカツオ。本当に高知ってカツオ製品の種類が半端ないですね。海苔カツオに梅カツオ、美味しそう。こちらのショップの人気ナンバーワンのおかず生姜、私もこれは大好きです。鰹節には背側と腹側があるんですね。私は油の少なめの背側がいいな。2階はレストランですが、この時間はオープンしていませんでした。アンテナショップ併設のレストランとは思えないメニューの多さですね。1階は土佐の地酒や工芸品のコーナーです。おお、お酒がいっぱい。1杯100円で試飲ができます。ほぼお酒だけでワンフロアって贅沢ですね。こちらは茨城センスです。さつまいもコーナーです。茨城県のさつまいも生産量は鹿児島県に次いで全国2位だそうです。さつまいもの種類も様々だし、干し方も様々なので種類が豊富ですね。
色も黄色いのや灰色に近いのまで様々です。子供の頃よく干し芋をストーブの上で焼いて食べてたのを思い出しました。これは美味しそうですね。冷凍焼き芋まであります。栗の生産量全国1位はなんと茨城県なんです。茨城県は秋のお菓子の宝庫ですね。梨の生産量もなんと全国2位だそうです。私はこれまで茨城県といったら水戸納豆くらいしか知りませんでしたが、本当はすごいんですね、茨城県。あ、あれは納豆ですね。さすが茨城県、納豆の種類がいっぱいあります。子供の頃は納豆といったらこういう藁に包まれたものでした。クラフトビールですね。お酒コーナーです。地酒の飲み比べが1杯100円でできます。これが飲み比べマシンです。なんと納豆化粧品まであります。食べると体に良いのは分かってるけど、化粧品ってどうなんでしょう。あ、これは私が子供の頃大好きだった水戸の梅ですね。こちらは美味しい山形プラザです。入り口付近に産直野菜が並んでいます。さすが山形県、果物もいっぱい。桃、梨、栗、ぶどう、美味しそう。プラムもあります。お漬物のコーナーです。ミルクケーキって子供の頃よく食べてました。大好きでした。くるみゆべしも大好物なんです。最近流行りのシャインマスカット大福ですね。神丹大福ってなんだろう。玉こんにゃくって山形の名産だと思っていましたが、茨城にもあるんですね。地酒コーナーも充実しています。レストランも併設されていますが、この時間は開いてませんでした。こちらは広島ブランドショップタウです。タウというのは広島の方言で届くという意味だそうです。広島ブランドの思いやものを多くの人に届ける場所なんですね。入り口付近にはおすすめ商品が並んでいます。こちらでは角打ちができます。2階と3階にはレストランも入っています。郷土菓子コーナーは充実しています。広島といったらもみじまんじゅうですよね。もみじまんじゅうもいろいろありますね。
私のお気に入りは何といってもこの生もみじです。皮がもちもちですごく美味しいんです。ちりめんじゃこもあります。これは最近流行りの缶詰おつまみですね。広島は牡蠣も有名ですよね。うちの家族はみんなこの牡蠣のオリーブオイル漬けが大好きです。お酒コーナーです。小学校の給食で食べていた乳安ヨーグルトも広島なんですね。プレーン以外にいろいろなフレーバーがあります。はい、こちらは福井食の国福井です。入り口付近の小さなスペースは素敵なレイアウトになっています。博物館みたいです。ではお店の中を見てみます。あ、この昆布はめちゃくちゃ美味しいやつです。こちらのショップは陳列棚が洗練された感じがします。私はこのスタンプラリーのおかげでもう50店舗くらいアンテナショップを回っていますが、アンテナショップって素朴で気取ってないタイプと、こちらのように洗練されたタイプに分かれてますね。私は個人的にはこちらのような洗練されてすっきりした方が好きです。このお揚げは厚さ4センチぐらいあるんです。この油揚げも厚揚げみたいに立派です。甘エビ餃子、紅ズワイガニ餃子、舞茸餃子に豚頭餃子、福井はカニが美味しいんですね。アンテナショップ恒例のご当地カレーコーナー。ご当地カレーを見るとその土地の特産品が分かって面白いです。このサバ寿司3種類はどれもすごく美味しかったです。羽二重餅は福井の餅菓子です。福井は恐竜の化石でも有名ですね。ご当地ポテトチップスも恐竜マークです。へしこというのは福井の郷土料理で、魚を塩漬けにして米麹に漬け込んで熟成させたものだそうです。梅干しにお味噌、地酒コーナーですね。コシヒカリは福井発祥のお米なんだそうです。観光案内所もあります。おしゃれなレイアウトのブースですね。本当にこちらのショップは全体的におしゃれで洗練されています。アンテナショップというのは特産品を売るだけではなくて、イメージアップにも一役買っていますね。では地下1階に行ってみます。工芸品のフロアです。福井の特産越前和紙です。越前和紙は高級手すき和紙の中でシェアが全国一だそうです。おしゃれなコースターです。もったいなくて使えない感じ。伝統工芸の越前漆器、お箸がいっぱい、優しいカーブの器ですね。色も綺麗。福井の越前打ち刃物は1979年に刃物産地として全国で初めて伝統的工芸品の指定を受けたそうです。
金継ぎのキットでしょうか。福井はワカサメ農細工でも有名です。福井県鯖江市はメガネの国内シェア 96% だそうです。元は冬の積雪が厳しいので、その間に農業以外で地域活性ができるものとして始まった産業だそうです。皆さんのメガネもひょっとすると鯖江で作られたものかもしれませんね。福と誉れというレストランも併設されています。ということで今回の動画はここまでです。アンテナショップ巡りはまだまだ続きますので、ぜひチャンネル登録して次の動画をお待ちください。最後までご視聴いただきありがとうございました。さようなら。